はい、ハンマー家の本家のハンマー岩尾先生です。お店の経営とかですね、簡単だと、いうようなものは、経営っていうのは全然全くないんですけども、簡単なね、飲食店だろうと、安く売ったら仕事できるんじゃないかっていうのは、経営というのはそんな甘いもんじゃなくて、難しいね、計算とか、能力は必要です。どんな簡単なね、作業の仕事だろうとね、経営の方はね、経営っていうのはどこでも難しいんですね。お客さんが入ってくれるかっていうとね、絶対、安くしたって、儲けが全然、出なければ経営もできませんしね。何でも経営っていうのは難しいです。だから簡単な商売はお弁当屋さんだって難しいんですね。で、経営ができなければ破産しますし、当然どこでもちゃんとできなければ通用しませんね。で、偶然というのはありますけどね、一時だけ稼げるというようなことはございますけども、宝くじみたいにね、当たることあります。経営が知らないでお店を運営っていうのはどんな優しい仕事だろうと、儲けが出なければね、経営できませんからね。で、儲けが出なければ破産します。で、よくなんか大学の食堂だろうと、安く売ってね、儲けね、調理代をもらってもね、運営できないって言って、ちゃんと作ってるからって、経営ができないんで運営してたらダメなんですね。破産しますし、儲け出ませんよ、そりゃ。経営する方法を知ってる人は経営しなければ、どこでも駄目なんですね。全部そうなってますから、お店っていうのはね、何でもそうなんですね。エンジニア関係だってそうだし、経営知ってなければ、いくらエンジニアで技術があったって、これはね、経営者じゃないから、経営者だったで、できる、ちゃんとできる人がいなければ、また両方できる人がいなければね、全部ダメです。だから、大変だ大変だって言ってて、そんなのは安くてね、食堂安くて、全然儲け出ない。250円とか300円ぐらいのね、お昼のランチ作ったって全然儲かんないって、当たり前です。これは経営が悪いんです。ね。で、お弁当だって簡単なもので作ったって、ね、経営は難しいんですから、ね、どんな簡単な仕事だろうとね、経営が難しいわけですね。で、経営ができない人が働く場所というのは少し、最近はなくなってきましたね。だから、経営ができなければ経営できない、食っていけないということになりますから。今、大体そういうところは多いですけど、まあ、たまには出てきますよね。仕事でね。全部ね、こんな安く売ってんだよ。ね、全然儲け出てないんだよ。で、お客さん入んなかったら困るよって。ね。入んなかったら破産しますわな。だから経営をしっかりしてるかということですね。ちゃんと、儲け出てなければ経営できないんですから、破産しますから、当然100%破産しますよ。お店見てると、そういうの、経営やってないじゃないか、全然ってで。ね。なんか、ちゃんと食事を作るというので、やってて、経営できないですよ。メニューでちゃんと美味しいもの作って、売ると。それでお客さん入ってくるかっつってね。そんな簡単な甘いもんじゃないです、経営っていうのはね。お客さん入るには相当いろいろ学力が必要なんですね。
そこら辺はよくね、だから大変だから、ね、それは経営できなければ、ね、安いの売ったってお客さんは入んないし、儲けも出ないしね。ね、安くして、じゃあお客さんはよく入った。だけど、ね、食事代の仕入れ代の方が高いって言って、そんなのは経営にならないし、破産しますよね。ということです。何でもそうですね。食堂だけじゃなくて、ものづくりでもね、製品でも全部そうですから、これをちゃんとできなければダメなんですね。甘いもんじゃなくて、そんな安く売って大変な仕事してるからって言って、ね、これは破産するからダメですね、経営者いないんだったら。経営者がいて管理してないわけですよ。で、また最近ね、経営者が働く人はちゃんとそういうことを経営できる人がいないから、みんな労働者だからね、経営者、ちゃんとした経営者に給料払わないから、全然いなくなるんです。それもダメですし、たくさん経営者にはお金払わなきゃ、経営者、大体9割は持ってきますから、経営者。ね。だから、労働者、経営者がいるわけですからね。経営者に9割給料をね、働いた分は90%出さなければ経営者はつきません。絶対につきま、90%以上払わなきゃ絶対つきません、どこでも。だから全部どこも潰れるわけです。経営者ってのは非常に難しいことなんですね。だから、そんなのは当たり前で、経営者いないで運営って言ったの、そんなのは儲けたり生活するなんていうのは、ね、実際できないでしょう。どんどんマイナスになっていくでしょうね。労働